どうもソーコムです。こんにちは。さあ今回のテーマは最低地上高、車高は低いほどかっこいいってあのキリストも言ってたほどの常識です。でここ見て、タイヤとタイヤハウスの間の隙間が大きいと結構違和感を感じちゃって、で現状で約5センチあります。でこれを少しでも縮めたい、指だと3本余裕で入ってしまいます。まあ、理想は 1.5 本ぐらいだけど、合法範囲内だと結構厳しいだろうね。でマフラーエンドとバンパーの間はだいたい指が 1.8 本分ぐらい入っちゃいます。結構下がってるよねこれ。で次、地上からマフラーエンドの間はだいたい 23.3 センチの隙間があります。で最低地上高で引っかかるのはマフラーの触媒部分なんですよ。なんで今回はね、このマフラー釣り上げていきたいと思います。ここだよ、ここ、このね触媒の部分が一番低いところになるんで、マフラーをちょっと釣り上げたら最低地上高稼げるんじゃないかなっていうことで、今回は合法な範囲内で最低地上高を攻めていきたいと思います。いや結構ねしんどいんだよこの作業で、結果としては、まあ、指2本がキツキツ入るかなっていう感じです。 1.8 本分ぐらいかな、うん、で前もだいたい 1.8 本分ぐらいですね。まあもうちょっと下げたいけどね、限界です。というわけで今回はここで終了します。お疲れした。バイバイ。